バウェアン島は、ジャワ島の沖のスラバヤの約150キロメートル北に位置する、ジャワ海にあるインドネシアの島である。東ジャワ州グレシク県の管轄である。直径は約15キロメートルあり一本の狭い道路が島を一周している。バウェアン島は、海抜655メートルの中央にある、鹿山によって占められている。 2009年の島の人口はおよそ7万5千人である。男性人口の約70%に当たる2万6千人以上がインドネシア、シンガポール、マレーシアの他の地域に働くために一時的に島の外に住んでいる。結果として女性は島の実際の人口の約77%を占め、しばしば女性の島と呼ばれている。島の区域は サンカプラとタンバとの2つの地域に分かれている。島の半分以上の人口は南海岸に位置するサンカプラ市街に住んでいる。島には多くの固有種がおり、自然が豊かである。例えばバウエアンジカのようなレッドリストに含まれていて、島内でのみ見つかっている固有種がいる。島の周辺にはいくつかの大規模な海底油田、ガス田がある。 一東ジャワ州グレシク県のバウェアン島の一島は、マドゥラ島の北およそ1 5 0トルのジャワ海にある。円に近い形状をしていて11から1 8トルの間大体いい平均1 5トルの直径の大きさである。海岸線は曲がりくねっていて小さな入り江が多くある。ノコと呼ばれる多くの小さな砂の島や岩礁。 珊瑚礁など最大六百メートルの大きさのものが沖にある。人が住んでいる最大の衛星島は、スライアール島、スライアールノコ、ノコギリ、東のサノギリなどである。狭い海岸と南西部の平野を除いて、島のほとんどが丘陵である。それゆえに、地元では99個の丘の島と呼ばれる。島の最高地点は、ティンギ山と呼ばれる丘である。最も高いところは、 島の中央部と東部にある。ここにはいくつかの加工庫があり、最大の湖はカストバコである。カストバコは面積約0.3平方キロメートル、水深140メートルあり、標高300メートル付近に位置している。区分屋や田馬などの温泉や劣化やバタスラマなどのいくつかの小川や滝がある。気候は近くのジャワ島付近よりもやや湿った。 熱帯モンスーン気候である。年間や1日の気温の変動は小さく、平均最高気温は摂氏30度、平均最低気温は摂氏24.5度である。雨季は12月から3月まで続き、月平均降水量は12月に4 0 2ト、mm、ル8月に2 3ト、mm、ルの範囲にある。北西風と東風はそれぞれ雨季と寒季の期間を支配する。 ありがとうございます。